キャラクターを選ぶがいい。よし、戦闘開始だ。マスター、俺がお前を従えるマスターだって。はい、たとえ偶然であろうと、あなたは私と契約しマスターとなった。あなたも魔術師であるのなら心構えはできているはず。これは儀式の名を借りた生存競争。敵である6人のマスターとサーバントを倒し、聖杯を手に入れるまで終わらない戦いなのだと。聖杯戦争、他のマスターとの殺し合い、それがどのようなものであれ、持ち主の願いを叶える魔法の杯か。セイバー、聖杯を手に入れるためならマスターはどんな手段も厭わないと言ったな。はい、勝ち残るためなら町の人々を犠牲にする者も出てくるでしょう。そうか、ならお前に言われなくてもやることは一つだ。マスターであることも聖杯も関係ない。無関係な人間を巻き込む最悪があるなら、それを止めるために戦わないと。その志は立派ですが、あなたには叶えたい願いがないのですか？ないよ、俺は正義の味方になりたいだけだ。聖杯戦争が街の平和を脅かすのなら全力で止める。そうだな、それが今の俺の願いかもしれない。わかりました、それであなたの気が済むのなら従いましょう、マスター。行くぞ英雄王、武器の貯蔵は十分か？はっ、思いやがったな。雑誌ラウンド1ファイト。くだらん。くらいまいに。なに、王の容易に取れ。裏で物が取れす。パーフェクト。立てよ、ここからだぜ。ラウンド2ファイト。切れ者が、切れ者が、この暗い何暗い、このどうした暗い、切れ者が、暗い、切れ者が、偽物が本物にかなわないなんて道理はない。やばかった、今回はなんとかなったけど、正直次はごめんだよ。無性に殴りたくなってきました。なんでさ。ラウンド1ファイト。キャー、いただき、下だ、いや、くらえ、さえ、一撃、くっ、うん、深呼吸だ。ラウンド2ファイト。くらえ、くらえ、下だ、くらえ、いくぞ、
うちょい投影の持続時間伸びないかな。せめてアーチャーぐらいできれば。ノリノリだな、遠坂。手抜いたら怪我じゃ済まないんだからね。ラウンド1ファイト。トレス。行くぞ。終わりだ。行くぞ。下だ。下だ。行くぞ。今のうちに深呼吸だ。ラウンド2ファイト。容赦がないな、本当。トーサカ、そのミニスカで格闘はいかがなものかと。そこまでだ、アーチャー。トーサカを裏切ってキャスターと組んだお前を放ってはおけない。ほう、正義の味方のお出ましか。ずいぶんと身勝手な正義感をお持ちのようだが、いまだ自分の過ちには気づいていないと見える。裏切っているのはどちらなのか、鏡でも見て考えるがいい。うるさい。聖杯を手に入れるためなら手段を選ばない奴にそんなことを言われる筋合いはない。筋合いなら十分にあるのだがね。まあいいさ。それでどうだ、その継ぎはぎだらけの手で救えるものはあったか。お前が口にする誰もが幸福になれる結末はあったのかね。引くまでもなかったな。所詮人間は自分しか救えない強力な生き物だ。他人が救えることも他人に救われることもない。正義の味方なぞ笑わせる。お前はお前の正義に肩入れしているだけの偽善者だ。その裏切りに気づかないのなら仕方がない。ねじれ曲がったその理想、俺自らの手を持って鍛え直してやろう。お前は後悔しているのか。正義の味方だと。ラウンド1ファイト。行くぞ。死ぬぞ。やってくれ。なんだと。待てよ、ここからだぜ。ラウンド2ファイト。ナインナイスブレイドワークス。
私の敗北だ。俺の勝ちだ、アーチャー。継ぎはぎだらけなのは承知の上だ。それでも俺自身はまがいものでも、信じたものが正しいのなら得るものはあるんじゃないのか、アーチャー。あなたにサクラは任せられない。結果で示してみせる。ラウンド1ファイト。調子でいくぞ。ラウンド2ファイト。やってやろうじゃないか。なんだ、結構やるじゃねえか坊主。ラウンド1ファイト。見えてんだよ。トレイ、やったことがパーフェクト。今のうちに深呼吸だ。ラウンド2ファイト。いっちゃうどうした。伊達じゃねえよ。今回はなんとかなったけど、正直次はごめんだよ。
やってやろうじゃないか。うるさい坊やね。ラウンド1ファイト。だからなんてこと。調子でいくぞ。ラウンド2ファイト。なんてこと。これだから、これだから、なんてことの。許さない。いかが竜の向こうよ。消えなさい、眠りなさい。捕まえたわ。行くわよ。もう、いや、絶望なさい。これはどう？あえど。ナインナインブレイドワード。分かった、今回はなんとかなったけど、正直次はごめんだよ。ことみね、ようこそエミヤシロ。実に理にかなった組み合わせだな。サーヴァントはサーヴァントに、マスターはマスター同士、聖杯をかけて衆を決するというわけだ。聖杯から離れろ。お前の腐った願いでそれ以上イリアを傷つけるな。それは違うぞ。聖杯はもとよりこの形なのだ。世界を曇らせたいと願う私の願望も、世界を照らしたいというお前の願望も同じこと。万人の願いを叶える力とは、とどのつまりは命の移動に他ならない。万物が流転するように世に幸福を願うのなら、まずは不幸を作るのが摂理というもの。お前の願いはこの通り、私の願いの後に叶えられるものではないか。ああ、それはきっと正しい人の営みだ。より大きな幸福を得るためには小さな犠牲を許容しなくちゃいけない。ほう、アーチャーとの戦いを経て改心したか。素晴らしい。お前もようやく人並みの苦悩に。けどそれは全てを諦めた人間の考えだ。俺は認めない。誰も傷つかない理想郷を信じた奴がいた。正義の味方なんて、そんなそんな役回りを引き受けてまで守り続けた奴がいた。バカなのは俺だけじゃない。信じた者は一人じゃないのなら、俺も最後まで正義の味方を張り続ける。なるほど、血は繋がっておらずとも、エミヤ切り継ぐの息子というわけだ。いいだろ。では答えを出すがいい。霊長の守護者、美しいものは汚され続ける。理想を掲げる限り
お前が報われることはない。それでも最後まで光を目指し続けられるかどうかをな。ことにね、綺麗。よく来たな、エミヤシロウ。ラウンド1、ファイト。どうしたこちらだよ。どうした。言いたいことはあるけど、あんたのことは忘れない。聖杯はセイバーの手で破壊され、冬季の聖杯戦争は終わりを迎えた。ある奇跡を再現しようと行われてきた大儀式。200年もの間、さまざまなマスターの願いを回してきた戦いはこうして幕を下ろしたのだ。で、俺はといえば、何か劇的に変わったというわけでもない。一つの戦いを乗り越えたところで未熟者なのは変わらない。琴峰の言う通り、憧れた道は果てのない茨の道だけど、そんなもの誰にだって言えることだろう。今は空を見上げながら歩いていく。たとえ日が落ちても輝く星が道しるべになってくれることを知っている。力尽きることはあっても迷うことはない。今もこうしていつか見た星を追いかけている。くらえ。
ナインナイツブレイドワーク。